こんにちは。おし、今日はな、はい、ちょっとお前をこういじめてやろうと思って。え、ちょっと待ってやめてください。何ですか？いやいや、ちょっとハード高いぞ今回の企画は。はい、だからまあ森宇治の感覚も取り入れながら、うん、一般女性がどう見てるか、うん、それもこう頭の中で考えながら答えを出していくという。 OK、はい、です。まあ例えば、うん、これ3つやるからね。はい、なんだ3つやるよ。はい、まず最初は、はい、付き合いたいランキング彼氏にしたらいいなっていう、楽しそうだなっていう人ランキングベスト3、はい、いや、を上げてほしい。 OK、 付き合いたい、付き合いたいランキングベスト3、うん、じゃあ付き合ってみたいな、あ、この人だったらなんか気前も良さそうだし、うんうん、なんかこう楽しそうだなみたいな、うんうんうん、そういう人3人。付き合いたい、それは彼氏止まりでいいってことなんですか？もちろんもちろん。あ、柳田選手。おお。いや、まあそれは隣にいたら守ってくれそうだな。もう体も大きいし守ってくれそうだし、やっぱり、うん、いや、言ってもイケメンじゃないですか。うん、いや、だからなんか隣で歩いてたらなんかすごいあーってこうずっと見てそうじゃないですか。なんかこう抱っこちゃんされたいよな。ああ、それもわかります。なんかこう片腕で持っていってくれそうな感じがするよな。ブラン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 できそう、まあ、その力強さあるな。お姫様抱っことかもひょいって。簡単でしょ。野球選手みんなそうですけど、うん、なんか柳田選手はやっぱりちょっとねそういうお姫様的な憧れ、うん、なるほどね、はあるかな、うんうん、はい、はい、2人目、付き合うなら誰だろう。大谷選手。ハード高いな、ね、まあ一般の女性もそうだよね。いや、そうですよ。でもお前大変だぞ、お前一緒に歩けないよ。お前なんで？お前背高いの好き？いや、あ、そんな、柳田もお前190近くあるし、大谷は190超えて2メートルぐらいあるんじゃないの？それもないじゃん。お前の倍あるぞ。私1メートル？もう子供みたいになってる。そんなことない、まあ、でもプロ野球選手って大概みんな背高いから。ごめんね。え？ごめんね。180だって豊さんだって絶好調の時あったじゃないですか、現役バリバリの時。縮んでお前170にはなんねえだろ。10センチ縮んだら大変だわ。あ、そっか。そう、なんか大谷選手、まあまあでも憧れるよね、うん、確かに。単純にその結婚とかではなくて、うん、なんかすごい可愛いし、うん、多分みんな年上の女性からしてみたら、うん、ああ大谷選手可愛いっていう感じの守りたいとか、うん、あ、逆ね。そう、柳田選手とは逆ね、はい、なんかこっちが守ってあげたくなるような、うん、何でも世話をしてあげたいみたいな。そうそう、あ、可愛いなってなるほど、ね、うん、思う感じかな。はい、うん、3人目。3人、現役じゃないとダメですか？いや、そんなこともないと思う。いや、もう浅野投手ですよ。あー、なるほどね。もうそこはもう見てるだけでも、もう王子様みたいな感じですよ。まあ、例えば、うん、浅野と付き合うとするじゃない、はい、どこ行きたい？浅野選手と付き合うんたら、もう外出さないと。いや、行くな、新宿の、うん、新宿？はい、新宿の大ガード下、大ガードの横の横丁、うん、知らねえの。ね、あるじゃないですか。大ガード下っていうか、うん、ちょっとなんか安い、本当に安、昔からある焼き鳥屋さんとか、うん、そういうとこに行きたいです。なんか和気あいあいと普通のことをしてみたいです。ディズニーランドとか。別にお前新宿のピンポイントでお前そんなとこ言わなくたって。なんで言うの？焼き鳥屋さんとか行って、うん、なんかこうなんか楽しく食べたいみたいな。あ、そうそう、あとあの串カツ屋さんとか、あ、二度、なんか二度付けしちゃダメだよとか。勝手に考えてる。だって言ってって言いましたから。そう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 。あ、なるほどな。だって高青年な、あれがいいじゃないですか。大学で実は野球を同好会でやっていて、うん、でピアスも開いていて、でもそこからこうあそこまで上り詰めていったっていうのはやっぱなんか、あとチャラチャラしてないように見えるだけでしょ。はい、付き合ってないでしょ。付き合ってないですけど、一度 MVP を取った時にインタビューをさせてもらったんですけど、ものすっごいいい方でした。いや、それはいい子だよね。で、なんかチャラチャラしてなさそうなオーラが出てました。で、家族を大事にしそうっていう、うん、まあでもそれは納得するわ、うん、じゃあその3人やっぱり。で、豊さんがじゃあ、うん、自分が女性だったら
どの選手と付き合いたいかランキング、はい、付き合いたい、うん、自分が女だったら気持ち悪いよね。いやいや、女だったら俺が女になれないもんね。だってほらこんな女いるないよ、いないけど、なんかウィークでも貸しましょうかじゃなくて自分が女だったら、うん、あこの選手は付き合うの、そういいなとか、ほらいろいろ知ってるじゃないですか、性格とか。知ってるから付き合いたくない。じゃあ誰ですか、付き合いたくない、この選手とは付き合いたくないものだったら。いや昔だったら、うん、まあ例えば付き合いたいとか面白そうだなと思うのは吉彦さんとか面白そうだよね。高橋吉彦さん、うん、やっぱバイタリティもあるしさ、うん、めっちゃ遊んでもってとしても、だって付き合うでしょ、うん、だから別にいいじゃん。ええ、じゃあいっぱい各地方に女がいても、バカ、お前遊ぶっていうのはさ、うん、遊ぶそのなんていうのネタがあるから遊ぶわけでしょ、うん、そしたら楽しいに決まってんじゃん、うん、なんか真面目そうでさ、うん、ね、守ってくれそうなんてクソつまんなかったらどうすんだよお前そうですね、そうだ、うん、それはやだ、うん、だからまあそれ破天荒とかやんちゃの方が好きだよね、付き合うんだったら。あ、付き合うんだったらね、うん、なんかいつもハラハラしたいみたいなあ、そんな、そんな、そういう感じ、ドキドキ刺激が欲しいってことですね。あ、でギャップがある、はい、優しい時は、うん、あ素敵みたいな、でもなんかどこ行っちゃったんだろうみたいな、え、なんか LINE 返ってこないみたいな、うん、俺は絶対返すけどね別にまあまあまあ俺はちゃんと返すんだ、うん、じゃあ次、次、はい、うん、じゃあ次は、うん、結婚したいランキング。結婚したいランキング、いや付き合うのとさ、はい、まあ一緒かぶってもいいよ、うんうんうん、ね、うん、でも朝かぶりはやめとけ。前の動画でも朝、うん、朝朝朝って言ってたから、うん、朝かぶりはつまんないから、うん、だから、okay、あの結婚したいランキング、はい、山倉さん、うん、待って盛り上がらない山倉さんですよ、うん、真面目そうじゃないですか。そう、野球試合終わったら家に帰ってきてご飯食べて、はい、じゃあまた翌日行ってらっしゃい野球にって、うん、なんか知ってるんですか。いやいや知らないよ知らないけど2人目、2人目なんでこんなストーすんだろう。いやいや、ん、何なんか知ってるんだ絶対。いや知らない知らない。いや、今倉さん実は女遊びすごかったんですか。いや、そんな話も知らない、何も知らないなんで何も知らないよ、知らないけど、うん、やめといた方がいい。いや、そうじゃなくて、うん、キャッチャーの人って、はい、里は別かな、里崎は別かもわかんないけど、はい、やっぱなんかちょっと癖が強い人が多いよね、俺の経験上。いや、まあ、個性が里なんかダーンと開けっぴろげでいくけど、うんうん、はい、なんか他のキャッチャーって、うん、なんかこう一癖二癖あるみたいな、そういう感じはあるよね。だから山倉さんって、まあ、ポジションで別に考えると、はい、あ、キャッチャー行くんだと思った。ああ、行きます、なんかそれは、うん、まあ行ってらっしゃい、行きます、女房だからかな、うんうん、まあいいんじゃない、はい、2人目中日の大島選手、センターの、はい、どこが、どこが、いや、どこがって数多いの中でやっぱ疑問符が出るじゃない。あ、それはやっぱ家族を大事にしてくれそうだから。あ、そう、そう、なんかやっぱ付き合う人とやっぱ結婚する相手って、うん、いや、それは全然絶対違うよね。違いますよね。遊んじゃ嫌よっていう感じでしょ。なんかやっぱり女遊びされるのはあんまり嫌じゃないですか。うん、だからなんかこう家族思いな選手がまあいいかなっていう。まあ想像だよね。うん、そう見えるという。そうそうそう。見え方がいいんだね、大島って。じゃあ。もう私はいいと思いますよ。なるほどね。うん、で3人目。3人目。カブレラ。どうもお前は外人一人差し込んでくるなカブレラ。そこは陽気だ、陽気、ラテン系好きだもんね、お前。私ラテンのノリが大好きなんで、うん、あ、別に日本人選手でラテンのノリが いる人がいれば、例えばよ、だラテンのノリいないんですよ日本人選手は。私分からないので、まあ、そのプライベートは、うん、だからカブレラ、うん、で陽気じゃないですか、うん、なんかこう暗くないし、なんか家でも子供たちと一緒になんか嫌なことあってもなんかわーわー、はい、へーとかほーとか言ってくれそうかなっていう、このラテンのノリ。ダメ？いや、ダメじゃない。ダメかな。いやいや、そう、お前でも一般女性からするとさ、え、カブレラ行くみたいな山倉行くみたいな
大島みたいな、いや大島いいよ、見え方がいいんだろうから、だけど相対的に見て、うん、それでいいのかっていうことだ。私年俸関係ない、お前ボロクソ書かれんじゃないの、やっぱり結婚できないわみたいな私、ね、別に年俸とかあんま関係ないんですよそこは。だからなんかこうそこは大谷選手とか、うん、お金持ってる人とか、うん、でも見え方気にしてるちょっと。あ、じゃなくてじゃなくて、だからほら付き合うんだったら、うん、柳田選手とか大谷選手ですけど、やっぱ結婚は結婚にしか求めてない。でもこれ一般の女性は、うん、多分そこ3人入るかなって思っちゃうけどね。だ例えば坂本選手とか、まあ、いや俺は、うん、坂本選手結婚したい選手には入らないかな。坂本選手だってあれだ、野球は好きだよ、野球は好きだけど、うん、俺が女性だとしたらなんでモテそうだから刺激が欲しいって。いやだから俺は例えば鈴木誠也だとか源田とか、あなんかこう野球に打ち込んでて、はい、なんかこう馬で打ったら車間帯みたいなさ、うん、もう野球しか見えない、うん、で家に帰ったら、うん、奥さんしか見えない、うん、あそこは、うん、ちゃんとやっぱ遊んでる人嫌なんですね。いや坂本は遊んでるとは言わないけ ど、ただモテそうじゃない。まあ鈴木誠也も源田もモテるよ、うんうん、でも、うん、なんかちょっと違うモテ方かな。そうなんですね。そこ堅実なんですね。堅実で真面目に考えるとね、周東選手とかどうですか。そう夜の通りよって言われるよね多分。足の速い選手ってどうしてもそう言われちゃいますね。豊、うんまあね、さんも言われてた。はい、うん、じゃあ3番目のお題、はい、くるよ、うん、抱かれたいランキングか、はい、か抱いてみたいランキングみたいな、上に乗っかっちゃうぞみたいなはい、いやいや、まあ抱かれたいみたいな、一夜を共にしてみたいみたいな、そしたら素敵な夜が迎えられるかな。ランキングベスト3、ベスト3、これはやっぱりさ、付き合う人、はい、結婚する人、やっぱちょっとなんか興味あるなみたいな人、うんうん、違うでしょやっぱ。いやそこは、うん、若干付き合いたい人とちょっと被ってくるのかなっていうのはありますよね。柳田選手とかな、すごい、なんだこの汗は、なんだろうこの汗は、もう真剣に考えてないお前、もう抱かれた気分になってない、やめなさいよお前、妄想すんなよお前、だって想像しないとそれは答えられないから、うん、ああ柳田、そうなってくると、うん、でかい人が好きは、そういうことじゃない、体がもちろん、いや、やっぱ見たことねえだろお前ちょだから、うん、やっぱその脱いだ時にあすごい体だなっていうのはやっぱ女性としてありますよ。まあそうだよね、でも見たことないでしょ。ないですよ、誰も見たことないですよ。まあでもやっぱすごい体してんだろうな。そうだと思いますよ、やっぱ脱いだ時に。なるほど、うん、柳田選手かなって、うん、いや柳田、うん、これあと2人言うんですよね。2人言う、じゃあ野球選手でちょっと M っぽい人いますか。M? なんか源田とか M っぽいよね源田とか M っぽい人、 M っぽい人いますか。なんか人の良さそうな、はい、なんかピッチャーで打ち込まれてる人なんか M っぽく見えるよね。ああ、そうですね、そうですね、それでも立ち向かっていくような、そう誰だろうちょっと M っぽい人、そうする、M っぽい人、松田選手、ソフトバンク、ソフトバンクの、もうソフトバンク好きだね。柳田選手しかいない。マッチが M かな。でもほら陽気だけど、まあ、実は、まあ、分かんない、うん、裏返してみたら M なのかな。マッチ、マッチかな。もうちょっと今気が、髪の見たらライオネルリッチみたいになってるからね髪の毛が。マッチライオネルリッチ、陰踏んでますいやいやいや、大丈夫笑っちゃわない、笑わないけど、はい、いやあれがいいじゃないですか。私頭ああいうアフロの人好きですよごめんね
アフロにもできない。いや、そんなかぶればいいんですよ。はい、うん、で、はい、マッチ、はい、もう一人。え、もう一人、うん、え、もう一人、わー、誰だろう。誰、誰だろう。抱かれたい人でしょ。いい体、うん、いい体、いい体、いい体はもうほとんどいい体してるからね。まあそうですよね、うん、新庄さん。おー、うん、なんか破天荒なことをやってくれそうじゃないですか。いや、まあ大体が破天荒だよね。だけどさ、そっちはどうなんだろうって、うん、そっちも夜も破天荒なのかなって。面白いかもね。いやいや、まあなんか楽しませてくれるような、そうなんか、そんな感じがするよね。そうそうそう、なんかすごいいろいろやってくれそうって。でムードも作れそうだしね。いや、そうですよ、絶対そうだと思います。ちゃんとリードもしてくれそうだし。そうだね、うん、そのね、野球でのリードも夜のリードも、なんですかこの企画は。すごい、いや、いいじゃない。いや、まあまあ、でも女性はどういうふうな目線で見てる、はい、まあこういう名称上がっていったけど、はい、あ、まあ大体こういう感じがいいんだろうなっていう、うん、のが分かったと思う。そうですね、うん、そう、付き合うのと結婚するのと、ね、抱かれたいのもそれぞれでした。そうそう、ということで、だから森藤が結婚できないっていうのが、はい、よく分かりました。